ナバラ王国は中世のイベリア半島北東部パンプローナより起こった王国。824年バスク人の首領アリスタがパンプローナで王として選ばれフランク王国に対する反乱を率いたことによる。ナバラの名は7世紀のスペインでの西豪都族の時代が終わりを告げた頃から登場している。パンプローナ王国の、後のナバラ王国は従来より ピレネー山無薬西部の南側及びビスケ湾に居住していたバスクとガスコンなどのバスコン、族の地域の一部分を占めた。この国の起源の詳細は不明だが、ローマ人も西ゴート人もアラブ人も常に自分たちの言語を守り通したこの西ピレネー地域を完全に征服できたわけではなかったということである。6世紀中頃には西ゴート王国の南西側からの圧力と アキテーヌのフランク王国の勢力範囲の限界があったことにもよってバスク人はピレネサンム北側への大規模な移動を行い独立を維持した。現在でもスペインのナバラ州北西部は主にバスク人で占められている。ナバラ王の称号を初めて用いたのはアバルカというあだ名のある三朝二世で970年から994年までナバラ王及び アラゴン博としてパンプローナを治めた。アラゴンの谷は母親から相続した。ハイメデルブル号のナバラの外略誌によると、パンプローナ王が987年にアラスチュの邸宅をサンファンデラペニャに寄贈した際に、ナバラ王という称号を初めて使用したという。ナバラ王を名乗った最初の王とされることが多いが、三人目とされることもある。 サンチョ2世と時代の王の治世したナバラ王国は最大勢力に達した。サンチョ3世はカスティーリャ博領の女子相続人ムニアドナと結婚した。その結果、ナバラ王国は当時のイベリア半島のキリスト教権の大部分を支配し、その勢力権は最大に達した。その後王国はレオン王国に属していたピスエルガ及びセアを制圧し、カスティーリャを得て、 ガリシア国境からバルセロナまでの間を支配した。大王の死後、領地は4人の息子に分割相続された。領土は最後ナバラ、カスティーリャ、アラゴンに分かれたが、それぞれの地域をナバラの姫の王家が治めた。しかしその後大王の領土は融合することなく、カスティーリャはレオンと連合し、アラゴンは領土を拡大し、政略結婚を通じてカタルーニャと連合した。 ナバラ王国はその後独立を維持することが困難になり、近隣の大勢力の国々に依存することになる。ガルシア5世の後、自らの弟に暗殺されたサンチョ4世が治め、その後はアラゴン王がナバラ王国の地を治めることとなる。カスティーリア王国はナバラ王国の西部を支配した。12世紀にはカスティーリア王国は徐々にリオハとアラバを併合した。 ナバラはアラゴンと連合することにより、東部の紛争を避けることができたが、西部はカスティーリアに取られたままとなった。1200年前後には、カスティーリア王国のアルフォンソ8世が、他のバスク地方の2地域であるビスカヤとギプスコアを併合した。タラソナは1134年のナバラの再独立後も、アラゴンの所有のままとなった。バスク地方のビスカヤ統治は、 カスティーリア保護下でも独立に近い状態が続き、そのため、これらの王子たちは、ビスカヤ統治公と呼ばれた。サンチョ4世紀の暗殺後、カスティーリア王アルフォンソ6世紀とアラゴンのサンチョラミレスは、共同でナバラの統治に当たった。エブロカワイナンの町とバスク地方がカスティーリアの統治となり、残りがアラゴン統治となり、1134年まで続いた。アラゴン統治者代、 サンチョラミレスと息子のペドロ・ラミレスはウエスカを征服し、ペドロ・サンチェスの弟アルフォンソ・エルバタ・ラドールは王国最大の領土拡張を達成した。ムーア人からトゥデラを奪取し、1042年に死したブレバ全土を奪還し、ウルゴ州へと侵攻した。さらに、ロハ、ナヘラ、ログローニョ、カラオラ、アルファロは彼に従い、ギプスコアの港に戦艦を停泊させている間の、 短期間ではあるが、バイオンヌも従った。1134年、特に何事もなく、彼が死んだ後は、ナバラとアラゴンは分離した。アラゴンでは、聖職者であった、アルフォンソの弟ラミロが、大いについた。ナバラでは、ロドリーゴ・ディアス・デ・ビバールの孫であり、サンチョ大王の子がルシア5世の所流であるモンソン教、ガルシア・ラミレスが、大王の諸子ラミロ1世の系統である。 アラゴン王家に奪われていたナバラ王位を1134年に取り戻した。ガルシア・ラミレスは1136年にはリオハをカスティーリアに明け渡し、1157年にはタラゴナをアラゴンに明け渡し、さらにはカスティーリアのアルフォンソ7世の家臣だとも名乗ったりした。彼は全く無能であり、たびたび教会や修道院の収入の世話になっている。ガルシア・ラミレスの息子、 サンチョガルシアイルサビオは学習熱心の末政治家としても有能となり、ナバラを内外ともに強固にし、多くの町に検証を制定し、戦争でも負けなかった。剣王は娘、ベレンゲーラをイングランド王リチャード一世と結婚させることに同意する。ナバラまでピレネー山脈を越えやってきたリチャードの母、アリエノールダキテーヌがベレンゲーラをシチリアへと連れて行き、 まさに第3回十字軍に身を当人とする息子に引き合わせ、1191年5月12日にキプロス島で二人は結婚した。彼女はイングランドに足を踏み入れなかった唯一のイングランド王妃である。剣王の息子三女七世が陰性生活の後、1234年に死去した時、生着の子は売らず、ナバラ系姫の家の断裂は断絶した。 そこで、三女の妹ブランカの息子で、フランス貴族である、シャンパーニュハクティボー4世が、テオバルド1世として王に迎えられた。テオバルド1世は、フランス王ルイ7世の彦であり、また息子テオバルド2世は、ルイ9世の王女イザベルと結婚するなど、フランス王家とは近い関係にあり、シャンパーニュハク家はフランスでも、屈指の名門貴族であった。そのために、 イベリア半島の領地よりはフランスに関心が向けられ、ナバラは次第に衰退へと向かうことになる。ブロアケでは1274年にエンリケ一世が没死して男子が絶え、幼い娘フアナ一世を女王としたナバラは周囲の諸国から狙われることになった。フアナの母でフランス王族であったブランシュはフランス王フィリップ三世に庇護を求め、王太子フィリップとフアナの結婚が取り決められた。 フィリップは1284年にナバラ王フェリペ一世となり、ナバラはフランスから総督を通じて統治されることになった。以後、カペー朝の断絶までフランスとナバラの同君連合は続いた。ナバラ王家の血を引かないバルア家のフィリップ六世の即位によって1328年に同君連合は解消され、ルイ10世の娘ジャンヌとその夫でフランス王族のエブルーフィリップが ナバラ王位についた。エブルー家のナバラ王は、フアナとフェリペの孫カルロス三世で男子が絶え、1425年に、カルロスの娘ブランカとその夫のアラゴン王子フアンが、継いだ。ナバラ女王ブランカ一世の夫フアン二世は、たびたび外政を重ねる兄アルフォンソ五世に代わって、アラゴンを統治し、ナバラの統治を、長男、ビアナコカルロスに任せた。 ブランカは夫に先立って死去した際、カルロスが父の同意のもとに、ナバラ王位を継承するよう遺言したが、フアンは同意を与えず、ナバラの王位継承法に反して王位に留まった。カルロスには、総督の地位のみが授けられた。1450年にフアンはナバラを自身の統治下に戻し、野心家の5歳フアナ・エンディケスから彼らの間に生まれた息子、フェルナンドをアラゴンを呼び、 ナバラの多い継承者とするように必要に迫られた。その結果、王と王妃を支持した強力なアグラモンテストーとカルロスの主張に賛同した大臣、ボーモントの不安を指導者とし、その名に由来するベアウモンテストーとの間で激しい内乱が勃発した。コーチが王太子の側に、平野が王の側にあった。不幸な王太子は1451年にアイバルで父に敗れ、 二年間投獄された。その間にカルロスは、この事件に関する現在の知識の転居となった、ナバラの年代記を書いた。カルロスは釈放後、フランスオシャルル七世と、おじアルフォンソ五世の支援を虚しく求めた。1460年、ママ母の祖,祖の歌詞によりカルロスは再び投獄された。しかし、カタルーニャの人々が、この不正に抗議し、暴動を起こした。 カルロスは再び解放され、カタルーニャの総督に任命された。カルロスは、ナバラ王国を奪回することができないまま、1461年に死去した。彼は相続人として、同母妹ブランカを指名した。しかし、ブランカは、フアン二世によって、直ちに投獄され、1464年に死去した。ブランカの権利は、フアン二世の同盟者である。 ホアハクケンベアルンハクガストン4世の夫人となっていた、同母妹のレオノールに受け継がれた。レオノールは、フアン2世の死後間もなく死去したため、1479年に、ほんのわずか玉座にあっただけだが、彼女が死んだ後はその孫であるホア家のフランシスコ・ヘボが、王位を継承した。創生した、フランシスコも、次に王位についたその妹カタリナも未成年者だった、ため、 二人の母であるフランス王シャルル七世の王女マドレーヌが折衝を続けた。カトリック王フェルナンドはカタリナを長男フ安ンと結婚させようとしたが彼女は南フランスに広大な領地を有するペリゴール白剣アルブレ白ジャンとの結婚を選んだ。カトリック王フェルナンドはそれに懲りずにナバラに対して長く抱いてきた計画を諦めずカタリナの10枚である 自身のテスソン・ジルメーヌと再婚した。ナバラはフランスに対する新聖同盟への加盟を、拒んで中立を宣言し、フェルナンド軍の国内通貨を妨害しようとしたため、後にフェルナンドは、将軍ファドリケでトレドを1512年に、ナバラ侵攻のために派遣した。ジャンダルブレは、逃れ、パンプローナ、エステリャ、オリテ、サングエッサ、及びトゥデラは占領された。 ナバラ王家及び神聖同盟のすべての敵対者は、教会から破門されたため、ナバラの人々は、フェルナンドが1515 15年6月15日に王国領を獲得したと宣言した。王国領の内ピレネー山脈の北側については、フェルナンドは、寛大にも敵に譲った。カトリック王フェルナンドは、ジャンダルブレを破った後、1515 15年に、ナバラの大部分を治療に加えた。 1511年、または1516年に、スペインのナバラ、すなわち王国領の大部分にあたるピレネー山脈の南側部分は、最終的にフェルナンドによって併合された。後にフェルナンドは、この王国領を、娘のカスティーリャ女王フアナ一世に譲った。このため、スペインのナバラは、アラゴンではなく、カスティーリアの統治下にあると理解されることになった。ただし、 スペイン側のナバラは副王領として統治され、公式には1833年までスペイン王国に併合されなかった。ナバラのピレネー山脈北側のわずかな部分は、テイナバラと呼ばれ、隣接するベアルネ公領と共に、相続によって継承された小さな独立君主国として生き残った。ナバールは、ジャンの息子アンリ二世の代から王国として承認され、代表議会、 ライオンヌットダクスの司教によって代表される聖職者ら、サンジャンピエド・ポールの教区司祭、サンパレ、ユトジア及びアラン・プレの召集道院長が置かれた。1589年アンリ4世のフランス国王即位に伴いその政府がフランス政府に統合されたとき、それはまだ王国と呼ばれていた。アンリ4世以後、フランスの王はその称号にナバールの王を追加した。 バスク語はこの地方の大部分でまだ話されている。ナバール王アンリ3世が、フランス王アンリ4世となり、フランスの王位によって統合した1589年まで、ピレネー山脈の北側地域、すなわちナバールは、フランス人の土地を大きく加えた独立王国のまま、存続した。ナバールは、ベアルヌ皇領と統合し、フランスの州となった。ありがとうございます。